マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。今薄着の季節では特にお腹周りや二の腕、それから太ももやお尻など気になるところが増えて、もう何とかしたいという気持ちが高まりますよね。あなたは今年の夏こそはもう絶対に痩せたいと思っていませんか？夏は今まで隠していたところが目立ちますよね。もう今度こそもう本気で痩せないともうまずい、でもいつもダイエットが続かない、もう年だから痩せられないと思っている方も多いのではないでしょうか。でも安心してください、大丈夫です。人は何歳からでも痩せることができます。もう絶対に諦めないでくださいね。そこでこの動画では40代の女性がダイエットを成功させる秘訣がわかります。もしあなたが今年の夏こそはもう絶対痩せたいとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエットがうまくいかない理由、そして2つ目、ダイエットを成功させる3つの秘訣についてお伝えしていきます。では1つ目です。ダイエットがうまくいかない理由についてなんですけれども、これはまずですね、このダイエットに失敗した多くの方はダイエットについてこう間違った考え方っていうのを持っています。で、間違った考え方に基づいてダイエットをしてしまうわけですから、結果的にうまくいかないということになっているんですね。では間違った考え方とは何でしょうか。それはダイエットイコール体重を落とすことと考えがちだからなんです。ただひたすらに体重を落とすことだけにとらわれてしまいますと、もうお体にとってね、とっても無理な方法をとってしまうんですね。例えばきつい運動ばっかり頑張る、またはキャベツばっかり食べてみるとか、あとはまあ下剤とか、よくあのスリムドカンとかね、聞かれたことあると思うんですが、とにかく薬に頼って出してしまう、そういった無理なダイエットのことですね。その結果、結局そのリバウンドしてしまったり、また体調も崩してしまう、そしてダイエットが続かない、結果もうダイエットは諦めましたっていうことになってしまうんです。ではどのように考えると正しいダイエットになるんでしょうか。それはダイエットとはイコール体重を落とすことという考え方ではなくて、あなたの例えばお食事、そして生活習慣などを見直して、一生太りにくい痩せ体質を作ることなんですね。少し時間はかかってしまうかもしれませんが、ただ確実に痩せる、ここが最大のポイントになります。ではここから2つ目の項目です。ダイエットを成功させる3つの秘訣とはに入りましょう。この正しいダイエットの方法、考え方を今知っていただいた上で、特に40代過ぎた女性の方は今からお伝えする3つのことを実践していきましょう。ダイエットを成功させる秘訣その1はこちら、痩せたい理由を紙に書くです。なぜダイエットをしたいのか、その理由を明確にしてですね、もう絶対に痩せると決断することですね。ここがダイエットの成功への第一歩になるんですね。具体的な方法としましては、まず何のためにご自身がこう痩せたいのかということをノートなどにこうとにかくね、書き出してみてください。そして痩せるために具体的にあなたがどんなことをして何キロ痩せたいのか、そして痩せた暁にはどんなことをしてみたいのか、どんな自分になっていたいのかということをノートにどんどん書き出してみましょう。そしてコツとしては、できるできないは置いといて、あなたがもう心からこうワクワクするようなことをどんどん書き出してください。そうすることでモチベーションが上がります。なぜ書き出すのかというと、人間にはですね、変わりたくないって、今の習慣変えたくないという脳の働きがあるからなんですね。つまりですね、今までの食生活やライフスタイルを変えてまでもこのダイエットを継続するっていうことはね、もうかなりもともとハードルが高いんです。ですから痩せたい理由をまず明確にして、例えば紙に書いたものを冷蔵庫に貼っておいたり、目に見えるところですね、あとは手帳に挟むとか、お時間があれば何度もそれを見てみるっていうのがとってもね、有効な手段になります。ではダイエット成功の秘訣その2はこちら、
無理に短期間で痩せようとしないです。例えばダイエットして痩せたい、そうだ1ヶ月で7キロ落とすぞとかね、このような短期間で結果を出そうとする方が非常に多いです。私もですね、過去、今よりもプラス10キロ太っていた時代がありますから、もうなんとかね、もう体調悪くても早く痩せたいってね思うその気持ちよくわかります。ですがその短期間で頑張ったとしても、多くのダイエット法は丸々に置き換えるだけっていう形で、その単品で例えばバナナだけとかリンゴだけとかね、キャベツだけとか、そういったその偏ったお食事、お肉は食べないとかですね、そういった形になりますと結局リバウンドが待っていますよっていうことになるんですね。どうでしょうか、食べないダイエットってこの先ずっとできますかっていうことなんですよね。ですから結局我慢した分、リバウンドが待っているということです。またこういった極端な食事制限をするダイエットは結局筋肉が落ちてしまう、結果代謝が落ちる、そしてその先には脂肪を燃えにくくしてしまうことになるんです。そして怖いのはですね、もう一度同じようなダイエットにチャレンジしてしまうことで、結果以前よりも痩せにくくなってしまうということなんですよ。加齢によって代謝はどんどん下がっているのに、またそこで無理なダイエットをすることでますます痩せにくい体質へとなってしまいますよということなんです。ダイエットは1日にしてならず、短期間で痩せようということはね、健康的ではないんですね。ではダイエットを成功させる秘訣3つ目です。腸が喜ぶ食事をするなんですよね。もうこれは実はですね、しっかりと食べた方が痩せるんです。ただし食べていいものは腸が喜ぶお食事ですよ。もうここがですね、腸内細菌のバランスが整って結果痩せ体質になる秘訣です。このチャンネルではこの腸が喜ぶ食事法やレシピもたくさんご紹介しておりますから、この動画ご覧いただいた後ぜひチェックしてみてくださいね。今回は気軽にこの腸が喜ぶお食事の献立一つご紹介したいと思います。もう私も実践しています。それはですね、納豆です。この納豆を朝に食べてください。毎日、私毎日朝納豆食べています。味付けはね変えるんですけども、ぜひあなたも今から腸が喜ぶお食事の献立として毎朝納豆を食べてみてください。いかがでしたか？これなら先生できそうと思っていただけたのではないでしょうか。まとめますと、まずは理想の姿を紙に書いて、無理をしない、そして腸が喜ぶ食事をする、この3つのポイント秘訣を取り組んでみてくださいね。今回のお話以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。